皆さん、こんにちは。本日は、改正中学2021の解説を行いたいと思います。第3問になります。早速始めていきましょう。はい、今回はこんな感じのルールが書いてあるので、まあ皆さん少し見てみましょう。はい、こんな感じになってて、よいしょ。はい、こういう感じですね。 はい。で、このルールをもとに実際に解いていきましょうということですが、まず1番、はい、はじめ、手札が4枚ずつあるときに、えー、最終的にどう置かれるかということで、まあ実際に A、B と審判の動き書いていきましょう。えー、まあこんな感じになってて、1と0と0なので、はい、スコアボードに1が来て審判には0が2つ渡される。で、次、はい、000ってなりますので、その場合は、まあスコアボード0で、えー、まあこう他のところにも0を渡される。で、これ100なんで、スコアスペースには1だけど、他は は0っていう感じで、すねで000だから0。つまり、スコアスペースには、0101という数が表示されます。えー、続きまして、2番行きましょう。2番も、まぁ、ちょっと桁数が多くなったっていうことで、まあその同じように計算していきましょう。で、この時に、もうここの部分使われないっていうことに気づいていただければ、まあある程度省略して書けるかなと思います。そんな感じでやっていくと、はい、011010。こんな感じで答えることができます。 はい。で、ここら辺で日進数の足し算じゃんっていうことに気づいてあげられるかどうかっていうことがポイントになるかなと思います。はい。で、今ね、日進数の足し算っていうことに気づいたっていうことで、えー、そうすると3番以降っていうのも円滑に答えることができるかなと思います。3番です。今回は6点を取る。そのためには111111。 で、A 君が勝つには最後に審判に1を渡す。繰り上がりが起これば A が勝つということですが、繰り上がりを起こさなければ B の勝ちなので、えー、6点を取るためには111111 11 11。で、えー、っと、今回 A は001001ですので、まあ、これ計算すると110110 110。つまり3番 B 君の手札っていうのは110110 110というふうにすることができます。続きまして4番になります。 4番というのは B 君が勝ちで得点が1点ということですが、まあこちらも同じようにスコアスペースが結局1点になる。で、まあそもそも足し算ですので、001001以上の数じゃないとダメだよってことに気づけれ,れば、スコアスペース1000 10, か01000になればいいっていうのがわかります。あとはそれぞれ引き算してあげてっていうふうにやっていくと、まあこの2つが満たすものというのがわかります。最後です。5番。 はじめの手札6枚で、まあ、こんな感じになるときに、B 君が2点になるようになるということですね。じゃあ、これはどうすればいいかというと、0010001以上で、1が2回使われていれば、B の得点は2点になりますよね。でそういったものを、はい、すべて列挙すると、はい、こんな感じになります。スコアスペースの数字です。でそうすると、はい、これ全部計算してあげれば、12通りというふうに答えることができます。 結構これは規則気づくまで時間がかかる場合もありますが、えー、ま、気づいてしまえばね、あとは本当に二進数の計算、ま、うまくやっていけば OK という問題になっております。改正の問題をやるためには、ある程度規則性っていうものに慣れておく必要はあるかなと思いますので、皆さんぜひそういったところを中心にやっていくといいんではないでしょうか。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。